やってる？やってる。やってん？チャンネル！イエーイ！はいどうも、やる気もない、元気もない、勇気はあった。朝豊月でございます。そして、やる気も奪った、元気も奪った、勇気は奪えなかった、電源勇気です。はい、よろしくお願いします。イエーイ！テンションいくぞ。どうした？前回まだ引きずってんの？引きずるも何もまあいいけど、よくはないけど、もう前回なんてことしてくれたんだよ。いや胸がいっぱいだわ。胸いっぱいっていうか、もう胸焼けだわ。胸いっぱい、腹もいっぱい、もう爆笑でしたね。いやいや楽しかったね、まだやりたいね。あ、次覚えとけよ、もう本当に覚えない、覚えない。ソースの部分はマヨネーズにしてやるけど、他のやつ辛いのにするからな俺。一応ね、外れと当たりは入れといて。当たりがマヨネーズだろ。え、なんだ、マヨネーズマヨネーズマヨネーズ。あ、マヨネーズ三連コンボでいこうか。やめてくれ。もう片方の方は知らないけどね。べっちゃべちゃやん、お前。べっちゃべちゃやん。なんだマヨネーズ、明太子マヨネーズ、からしマヨネーズ、やめて。なんかご飯丼みたいなやつやね。ご飯の上にご飯乗っけるっていうご飯丼じゃん。それありだな。次どんぶり系でやろうか。どんぶりここで食うの。おう、やば。家からご飯取ってくるわ。冷やご飯の上に、上に乗っける具材選ぶか。ああでも冷やご飯硬いじゃん。大丈夫大丈夫、ちょっと汁物多いものするか。ねるねるとか、やめろ。ご飯にねるねるねるねはやばい。絶対やばい。あ、ほんじゃこんにゃくゼリー。見た目がやばい。え、ふんじゃレインボージュルリアになる。食ってみたいやろ。あれは食ってみたいけど、いや人が食えるもんじゃないんでしょあれ。ちょっと100均行ってな、ちゃんとした木みたいなコップ買ってくるから。木みいや、やめとけ。普通の使い捨て用の器でいいから。あこに次ゼリーミックスさせて食わすわ。やめて、ジロリア。やめて。はい、で、今回は何するんだっけ。今回はね、ちょっとね、残念ながらね、はい、天気ね、第2回のね、食材をね、買うの忘れたんですよ。連続でやるつもりだったのお前。実は言うとね。やめてくれ。ちょっと、やつ切りパン売ってなかったんだよ。まあ、5枚切りは分厚いんだよ。いや、ちょっと分厚いのよ、ちょっとねるねるがやばいことになるなと思って。いや、もう作る時点でもう溢れてたからやばいことにはなってんだけどね。うん。いや、初めてね、天気ね、料理ができるっていうのを、あれは料理とは言わん、あれは料理とは言わん。君の手で錬金。錬金はしないで。え、金属は作らないで。あ、金属入れたかった、やめろ。確か金箔で誰が食べれたんで。金箔は食べれるけど消化しきれないから。お腹の中金ピカ何にはならないけど。あ、ならないんだ。ならないよ、あれはそのまま排出されるよ。もしくはドリンクやるか次。そんなさ、高校生のドリンクバーみたいなネタやめて。液キャベと、栄養剤と。もうその時点でアウトやからね。なんで？もうなんか混ざらんと思うし。ねるねるねるとそう。やめろ。ハマってんじゃねえか、お前。ちょっとね、ねるねるを食べるんじゃなくて、ねるねるを、よつきに食べさせるっていうことにちょっと俺は快感を覚えてしまった、今。すごく忘れろや、せめて。ちょっと水多めにしちゃったからね、ちょっと余計ダラダラしたけどね。いや、あれ逆に水多めじゃなかったらきついかもしれない。本当に？なんかスライムみたいな感触が揚げ物と一緒にあるって思うと余計に気持ち悪いもん。本当言ったらね、もうちょっとね、水手に入れすぎちゃったからね。こう思ってないよ。どうせ天よつきが食べるもんだからちょっと水送ってもいいかってなんか考えてないから。やめろ、お前。なんてことしてくれたんだ。いやー、俺初めてだよ、サンドイッチ作るのに、まあ、寝るの作るなんて横で。まあ生まれ始めたよ。誰もやらんわ。なんでサンドイッチ作ってんさ、横で駄菓子作ってんだろうな。お前なんか作ったもん。それ誰もが思うよ、ゆずき以外。まあね、いや俺も思ってたけど。惜しかった。美味しくはない。
そんなってめっちゃむしゃぶり食ってたじゃん。いや早く食わないとこれ止まったらもう絶対飲み込めないと思ったもん。もう脳がおかしくな麻痺してる状態のうちに食わないとあれは無理。皆さんコメントでもう一回食べさせてほしいっていうのがあったらぜひとも言ってください。いつでも大歓迎です。もうそのコメント見たらもう特定してツイッターじゃないわ、X かで総攻撃してやるからな。そんなリスナーを落とすようなことしちゃいけないって。お隣さんね。お隣さんね。ダメだよ。あんまり定着してないから言うけど。うん、隣人さんか。隣人さん。隣人さん、隣人さんにもこれで進めないといけないよね。お裾分けって作りすぎたからって言って。いや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 、やめとけ。真似して作るような真似はしたら後悔するからね。新作サンドイッチ。よつきサンドイッチってプラス天元サンドイッチ。よつきサンドイッチって言うんだったらさ、もう本当に激辛なものを入れまくって。ええ違うでしょ。なんでぬるぬるやめろよもう。さ、君がよっちゃんよっちゃんって言うからもう俺 X の名前奈良県のよっちゃん以下になってるからね。次よっちゃんするわ。よっちゃん以下美味しかったけど今ねるねるねるでね、今の印象のままだったら美味しくないからね。惜しいよ。普段お菓子食わないのに。もうなんか俺多分自分でねるねるねるね買いに行くってことはしないんだろうなって思う。これからも全国のちびっ子のみんな、ヤズキと一緒にねるねるねるねを食べようぜ。何ねるねるねるねのコマーシャル取りに行くって案件。これで案件取ると俺びっくりするわ。逆にびっくりするよ。ねるねるねるねはこうやって混ぜてパクうまいだらったらねっておいしいねるねるねるねって。平成のしかも初期やぞ、うん、昭和後期からの今のは知らん。今のはね、なんかもうちょっと可愛らしいよな。さあ作って楽しいねるねるねるねやったかな。わかんない。これも昭和だよ。いやおにぎりはねちょっとね本当にね、よつきに食べさせようと思ってね、ボリュームでっかいの買ったからね。今なんででっかいの買うんだよ。しかも引けなかったし。いやー結構特大のおにぎりきつかった。まあでもあれは伸縮サバゲの時か、お昼ご飯に買ってきた海賊おにぎりの方がでかいじゃん。あれね買おうと思ったんだけどね、うん、売ってなかった。あれ売ってないよ、コンビニ関係は売ってないからね。いやじゃあスーパー行ったんだけどね、売り切れだったの。スーパーはね、うん、だからしゃあなくねコンビニ行ってね、まあ普通のやつよりもちょっとでかいやつあったから、ね、それ買ってきたんだよ。よつきに食べさせそうと思って。食ってねえけどな。てか今日買ってきた食材全部ね、うん、よつきさんに食べさせようと思ったぐらいで買ってきたからね、勢いは。であんまりもしゃなく俺食うか、ねるねるも俺も食う覚悟で買ってきたからね。見事に君が食べるであろうものは取ってったけどね。ね。くそ。チキン食いたかったな。普通のチキン食いたかったな。揚げ物。あのチキンね、ちょっと美味しそうだったからな。美味しそうだったよ。あれ単体は絶対うまいと思うよ。あこにね、ちょっとシソとか入ってる。あ、バリエーションのやつ買おうかなと思ったんだけどね。いいねって言おうと思った瞬間に、いやあの組み合わせはどれやってもまずいって思ったから、コメントに困る、コメント麻痺する。ハッシュドポテトも良かったかなと思ったんだけど、ハッシュ単体はうまいのよ。単体は混ぜるな、危険よ。危険じゃないだろ。危険だよ。危険じゃないよ、生きてるよ。いや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 、混ぜるのは危険って言うけどさ、うん、説明書に書いてないから。ねんねるとこにもさ、サンドイッチ食べないでくださいなんか書いてないし。まあ誰もやらんわ。人生初、世界初、ねんねるをサンドイッチした男、天元遊戯、それを食った男、よっちゃん。嬉しくねー。多分世界どころかこの配信サイトでも誰も当てねえぞ。まあね、基本メントスコーラだからね。
え、飲みたいの？いや別に、いやコーラ飲むけど。メントス。メントスコーラここでやっていいの？え？掃除しろよ。掃除無理だろ。ちょっと魂飛んでません？飛んでるよ。今必死に飛んでいってる魂を引っ張ってるところやからね。ちょっとハサミなかったかな、ハサミ。やめて。ブツ。やめてやめて。いや大丈夫だろう。グロタンとかブラックホールだろう。いや吸い込まないで。僕のお腹はブラックホール。ジュゴー。違う違う違う。ジュロロロ。ブラックホールじゃない。ジュロロロ。いやいやいや。ネリネリもチキンもマヨネーズも俺のものジュロロロ。いや食ったけど食ったけど。おやすみハバったね、ほんまに。いや、あの脳がバグってるのよ。あの見ててね、うん、こっち食事進まなかったよ。あの気持ち悪いって意味じゃなくて面白いって意味で。いや、俺は気持ち悪って思ってたけどね。面白かった。もうこれで俺天元もう満足だ。いつもポケモンのさスカーレットバイオレットでさサンドイッチ作るときに結構ゲトモノ作るんだけど、甘いのと辛いのってごちゃ混ぜにして、今度からまともに作ります。あ、ごめん、次コッペパンのデカサイズあれ買ってくるわ。なんでコッペパン？あ、フランスパンのがよかった。いや、なんでもいいけどさ、あれ半分に切ってマヨネーズ、チキン、ネルネルネルフーかけてプチュってさせた。もうその組み合わせやめて。勘弁してくれよ。でもさ、脂っこいもん、水っぽいもん、混ぜたからちょっとマシだろ。流れんだろ。いや、混ぜ方甘くてダマになってるところ多かったからね。いや、あれはね、うん、手に作り方は悪かった、うん、だって仕方ないじゃん。よつき食べるだけ、食べるとか適当に作ったもん。自分作るんだったら もっと真面目に作ってるよ。普通逆だろ。いや、どんなに頑張って作ったとしても、ちゃんと作ったとしても味は変わんねえんだから。じゃあ文句言うな。いや、文句は言わせてくれよ。ルールす、あ、もう終わってるから。ルール終わってるよ。クソ終わってるよ。クソ、もういいよ。終わってるから、もういい。今からでもお前の口の中にデスソースを掘り込んでやりたいんだよ。なんでそんな人をいじめるようなことばっかすんの？はい？はい？ちゃんとさ、通常の人間が食べれるものを食材にしろよ。通常の人間食べてるよねってか、売ってるんだからデスソース。それ単体に舐めてるやついねえよ。舐めるやついるよ。お前はな、YouTube をいろいろと見てみるがいい。デスソースを舐めるっていうのもね、デスソースを使って料理をするっていう時に、じゃあちょっと舐めてみましょうって言って舐めてるから、みんな。まあ、その後は知らないけどね。ちょっとお高いから無理なんだけど、マグロの刺身マヨネーズぶっべっちゃべちゃにつけるやつ。やめてやめて、普通に食おう。食わす。せめて醤油とわさびでしょ。いや、塩でもいいの。あ、塩ね。焼き塩、粗塩。いや、でもマグロ普通に食いたいな。でもマグロよりもタイの方がいいんだよね。ねんねるで。いや、絶対嫌だ。それは絶対に嫌だ。でもね、ぶっちゃけね、ああいう駄菓子系でさ、つけに食べれそうな食材って言ったらな、あ、じゃがりこ粉末にバッキバキに砕いてつけて食べる。準備がめんどくさ。そうだな。ちょっとね、某ゴリラこと雪風あたりをちょっと呼んでこないと。お腹に、天元の中にちょっと、そのじゃがりこ仕込んで、いや、いや、雪がせ、ガーリラ、ブッ。それでやらないですか？見事にじゃがりこ外して、水落ちに当ててくれるよ。多分な。もしくは、うちの兄に、ヘイ、お前の、弟、クズ男とか言うて、俺じゃよ。何も起こらないよ、その場合は。よく分かったなって言われるだけだよ。、うん、やっと自覚したかって言われるよ。言われるな。焼きニンニク事件の感じでやってくれ。ドロップキックな。あんな感じでやってくんねえかな。なんだろう、お前またドロップキックされたいの？いや、ちょっと面白かったからな。俺がやってやろうか。ダメだ。俺の渾身のドロップキックをやってやろうか。やめてくれ。最近ね、それ見たメイクマンね、やってくるんだよ。よかったや。ドロップキック。よかったや。
それドロップキックね、ちょっと怖いらしいからね、足つかんでたらジャイアントスイングで投げかすと。やめろ。まあそれをバレた瞬間ね、まあ来るの分かってるからね。まあね、ほとんどしてるけどね。そこでドロップキックちゃう。もう次は何だろう、ロシアンナックル来るわ。垂直からのこう拳が落ちてくるわ。お姉さんに言っとくわ、あのメリケンサックつけてくださいねって。やめてくれ、いい俺の部屋にあるからやめてくれ。12秒時点買ったメリケンサックがあるからやめてくれ。どうぞっつってお納めくださいっつって渡しとくわ。あ、ちなみにあのメリケンサック、あのサックね持ってるのに、ね、ちょっとなんか違法みたいんだけど、ここだけの秘密でお願いします。はい、じゃあカットじゃねえか。あのメリケンサックっていうのもあの発泡スチロールだから大丈夫です。はい、発泡スチロールってなんだよ。はい、あの姉貴が持ったら全部発泡スチロールだよ。よく意味が分からんけど、まあその砕けた発泡スチロールをねるねる混ぜて夜付けに食わせて食味させるんで。あのせめて人が食えるものにして。虫？いやちげえよ、なんでそこで虫が出るんだよ。昆虫食？昆虫食はまだ人間には早いんだよ。食べた人いるよ。いるけどまだ人類には早すぎるんだよ。ヘビ？あでも今冬眠時期だからな、あ簡単に捕まえるか、ツアのさえ見つければ。わかんないけど、そこら辺は知らないけど、ネルネルかけて渡そう。どんだけネルネルハマってんだよ。いや、ヨツキさんに食べさすのはハマってるんだから。やめてくれよ。ただのいじめだろう、それは。いじめじゃない、いじめじゃない。それアニメじゃないな。いじめじゃない。ダブルセーター。ただの自虐、ただの虐待さ。なんで自虐って言おうとしたもん。あの俺が食うはみになりそうやったから。食わすぞお前。いやねるねる俺食え。いや酸っぱい苦手あるね。あ酸味苦手。酸味ね。じゃあお酢。お酢もね。お酢とタバスコと。タバスコです。え酸味か辛味じゃなくて。辛味もあるけど酸味も強いよ。ほう。でねるねる。いやねるねるは嫌だけど。そうだな、じゃあ普通にスダコかなをサンドイッチにしてあげよう。垂れるな。垂れるよ。いやちゃんとパンに染み込ませるから。いやもうパンやめようぜ。どんぶりひたひたのお酢に米をつけてお茶漬けって出そうか。そんなことしたお前チキラーメン戻してる状態のやつの上にさ、うん、ねるねるかけて渡すぞお前。やめて。バリバリ食ってめちゃめちゃ食えよって言うぞ。やめてくれやめてくれ、もう寝る寝るも嫌なんだ。じゃああのあれだ、よく海外でねなんか食べてるスプレー型のホイップ、あれブラッシューぶっかけて食べさぞ。あれ絶対まずいからね。そんなあれ美味しいぞ意外と。いやあのパイ投げの市販のあのクリーム、あれもまずいからね。あれはまずいんだけど、なんだろうね、ちびこはね一回ねそのホイップ買ってきてねもらったんだよ。めっちゃうまかった。メイクの分まで奪うぐらいうまかった。いやめっちゃうまかった。あんまりあれはなんかいちごホイップっていうやつめっちゃうまかった。本当言ったらそれもねあのケチャップの代わりにやろうかなと思ったんだけど、それやるとあの俺は子供向けの歯磨き粉を入れるからな。いちご味の歯磨き粉やる？嫌だよ。やる？嫌だよ。俺あれ好きじゃないもん。じゃああの薬局行ってね、ちっちゃい子供薬が飲めるあのジェリー買ってこようか。オブラートの方がいいな。オブラートはいい。じゃあ子供のオブラート買ってくるわ。え？オブラートに何包むのお前。え単体で食べるんだろ。単体でも食えるけどねあれ、うん、ペッタペタするけど、ペッタペタするけど、で最悪ね、なんだ口の中に引っ張りついへばりついてねドラゴンになるからね。まあねまあね。やって。やらないよ。お願い。嫌だよ。なんでお願いされんだよ。よっちゃんよっちゃんとか言うなよお前。お願い。やめろ。天元からのお願い。絶対聞かねえわ。やってやってやって。なんでだよ。やってなんでそこでダダこねる必要がある。一生じゃないお願い。一生じゃないんだったら嫌だよ。一生でも嫌だけど。
ねるねるの代わりにやって。嫌だよ。ちょっと一瞬考えたお前。いや、ちょっと考えないよ。ちょっと一瞬考えなかった。考える必要もないし、なんでお願いされるんだよ。お隣さん、せーの、やって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 。やらねえよ。多分コメント流れてんぜ。いや、あのこのチャンネル基本コメントユイハしかしないから。いや、もしかしたらあの事件のせいで。あの事件、そう、サンドイッチ、ねるねるサンドイッチ事件のせいで、せいでコメントが荒れてるかもしれないよ。またやってくんねえかなっていう。いやー、荒れないんじゃない。もしそれで荒れたらもう一回やる。いや、いや、やらないけど。え、やらないけど。もう一回やってってリクエストいっぱい来たの。やらないの。やらない。なんで。それぐらいじゃやらない。じゃあチャンネル登録者数が万単位いくんだったらマジかよって多分衝撃受けてやると思うよ。ねるねるサンド、ねるねるサンドでもやってやるよ。万単位で増えるんだったらね。ちょっと紙に 万書いてペタッと。やめろ。ごまかすか。ごまかされねえよ。まあどうせねるねるサンドもごまかされると思うし。黙るな。ちゃんと否定するか、うんって言うなずけ。いや、映像的にはねるねるねるにして、実際のものは違うものにしたい。じゃあとろけるチーズ、美味しいじゃん。にねるねる、やめろ。気持ち悪くなる。うめ。言ってダメじゃん、俺が来た。もうね、まだ君は想像だけでいけるじゃん。俺なんてもう過去の記憶が蘇ってくるからやめろ。まだ皆さん的には1週間前のことでも、俺ら的にはつい先ほどのことだからね。上まぶた下まぶたをグッと閉じて、口をグッと噛みしめて、あの味を思い出すんだ。やめろ。思い出したくねえんだよ。忘れたいんだよ。ふわふわなパンに濃厚なケチャップ、ぎっしり詰まったおにぎり、そしてちょっと味の控えめなチーズ、パク、うん、重たい。まあね。でも味はいいよ、まだ。ふわふわのパンに最高のマネーズ。最高か。最高のマネーズ。まあちょっとこんなに塗りたくりやがって。でも使い切らないと。いや、じゃあケチャップもっと使えよ、お前。使ったよ。いや、足りねえだろ。マヨネーズの量からしたらおかしいよ。同じ同じ同じ。同じじゃねえよ。同じ。少なかったよ。同じ。もっと使えよ。丸は貸したらちょっと同じ。いや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 。おかしいおかしい。いや、ケチャップにわかんねえんだよ。いや、マヨラーメンわかってないなって、俺は言い返すよ。まあ、わからなかったことにね、今度はね、もうちょっとかけるから。ケチャップ決定なの。うん。うんかよ。うん。次会う時はもうケチャップ上から最初からかけとくわ。まったく。ケチャップなあ。あ、トマトでもいい。ここでトマト切るの。いや、丸ごと。やめとけ。丸ごとかじらせる。もうトマトそれだったらかじらせるんだったらもう単体だよ、あれは。そこにチキン挟むから。トマトのトマトの上下にチキンをグッと挟んで、でラップつくるんで、チーズペタペタして、はい、どうぞって渡すから。ラップ外せ。食いづら。ラップ邪魔。食いづら、うん、邪魔だな。いや、でも結局かじったらトマトの果汁っていうか、まあ中のゼリー状とかいろいろと飛び出てくるから多分食いづらいよ。あ、ケチャップ果汁って。いや、ケチャップじゃないけど。すごいな、ケチャップってさ、まあ、トマトの汁だけでもケチャップって発想するんだ、すげえな。ちげえよ。じゃあマヨネーズは何だと思ってんだよお前は。え、神田さんも。ちげえ。ちげえよ。もう人気の食材。人気じゃん。普通にスーパーで定価で売ってるわ。すげえよな、神様がさ支給してくれてんだぜ。すげえな。卵の物価高くなってるから値上がりはしてるけどな。
言ってんのな。それそっくりそのまま俺が言いたいわ。マヨネーズは卵じゃない、神様が作ってんねん。卵からや。それはな、一般的な材料も下に乗せようか。いや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 、あれは一般市民が、下船な下界でも作れるようにって作ったメニューであって、本当はちゃんとした神様が作ったメニューだから。その原理で言うと神様が作った方が俺は怖いんやけど。何からできてんのってめっちゃ思って怖いよ。え、あの天国のなんかそういうオーラ的な、なんかそういうってなんやねん。そのなんかそういうっていうところが気になるのよ。危ないよ。聖なるなんとか聖水的な。めちゃくちゃ怖いよ。もう聖水。絶対おかしいやろ。なんかそういうあれ水なんて言いたいもん。本当言ったら聖水はあの体けむのが水やけど、食べるためやったら多分聖迷う的な。迷って水じゃなくて油やけどな。あと俺からしたらね、デスソースね、悪魔の血やと思ってるから。まあ赤いけどね、悪魔の血やと思ってるから。いやいやいや、もう普通のタバスコとか悪魔の、あの下級悪魔の血やと思ってるし、デスソースなんて魔王サタンの血やと思ってるし。なんなん、ポーションみたいな感じで売られてるような感覚になってるよ。でねるねるは森永さんが作ってる。あ、森永だったっけ。確か森永やつ。これなんかちゃかったっけ。ちゃかった、ごめんなさい。いや、まあお菓子の会社あんまり知らないんだけど、案件来ないかな。これで来たらやばいけどね。来たらやばいわ。全力でやらせていただきますけど、よつきさんが。いや、二人揃ってやるけどね。やらない。いや、あの俺の偽物は絶対来ないと思うから。いや、俺ダメージ受けたくない。マヨ味のポテチとか来たらどうするよ。プライベートだ。プライベートとか言うなよお前。ちゃんと宣伝しろよ。やだ。なんでだよ。宣伝した俺が食う分なくなるじゃん。減るじゃん。いや、宣伝しろよ。やだ。売り上げに貢献してやれよ。売り上げは俺が貢献するからやだ。なんでだよ。なってやで。独り占めしたんよ。いや、別に独り占めは。欲しいものは一緒に食べるのが欲しいね。いや、一緒に食べた方がいいんじゃないの。あ、私あの食い物以外は同担拒否なんですけどね、どっちかというと。いや、俺今回のサズちゃんだけは同担拒否やから。そらな。今回俺でも同じ立場やったら言うよ。言いずれて嫌やもん。ちょっとあのちょっとこのラインから来ないでください。いや、LINE なんてねえんだけどな。 LINE 先生が来ないでください。いやいやいや、あのすいません、ケチャッパーはこのマヨラー先生から来ないでください。ケチャッパー、醤油派。そうだな、ソーサね、ソーサラっていうのよ。ソーサラ、別に俺ソースそんなに。でね、ケチャップと醤油とチータラ、あとお酢かな。チータラってチーズ好き。チータラだっけ。チータラはチーズタラでしょ。違うよもう。じゃあ塩は。塩、しょっぱ。しょっぱじゃねえだろ。いや、ソルトだから。ちょっと俺はこと言ったと思った今。ソルトだから、なんだろうね、パッと思ったのはソルジャーかなって思ったけど、いや、わかんない、ショッパーではないわ。あれ、サニーサニーショッパー。医者か。ルフィ、あれも高。あれも連れて行ってくれ。その食材の船に乗せてくれ。食われるやん。サニーサニー、トナカイ塩もみされてる。あ、まさか腰肉。つまり腰肉。え、チョッパーは非常食という意思があってついてきてる。違うやろ、医者やろ。最近はね、あの白肉だけじゃ飽き足らずね、あのジンベイという魚もね、干し魚的なもんがいるからね。まあ、ジンベイザメだよね、あれ確か。魚、魚肉。まあジンベイザメ食えるんか。フカヒレ。フカヒレはちょ、あれ
あれ、いやジンベエザメじゃねえよ、アナカサか。キャビアはチョウザメだけど、あれフカヒレって何のサメだっけ、忘れちゃったよ。え、メガロドン。違うな。メガロドン今いるんか。え、マジで出てきてるよ。映画はな、架空よ。いや、なんか最近ね、はい、メガロドンもね人気あるんですよね。じゃあ知らないけど、うん、あの男のね、よつきさんっていうやつがね、俺あのなんかね食べてみたいって言ってたんですよね。いやいやいや、言ってない言ってない。あのどちらかというと、あの前回今回に引き続き俺ずっとラーメンしか言ってないからね、ラーメン食いたいしか言ってないからね。ラーメンそんなに好きだったっけ。いやー、ラーメン食い逃したから、ただそれだけなんだけどね。まあ新年早々肉食いたいって言ってたけどね。肉、あー肉ね、肉食いに行ったじゃん。行ったね、ステーキ、うん、肉というよりドラゴンやったっけ。ドラゴンね、うん、もう今回はもう諦めようぜ。また俺駄菓子買ってきてあげるから。やめろ。駄菓子屋さいてあげるから。やめろ、駄菓子屋はいいんだよ。あのお面も買ってあげるから仕方ない。なんでお面なんだよ。え、ウルトラマンの面は買ってあげるから。なんでウルトラマンなんだよ。アプリギャグだった。嫌だよ。え、ほんじゃ仙台物のやつでいいよ。もうわがままだなこいつ。いやいやいや、お面いらない。何何、まさかお前クソ高いあのおもちゃの剣欲しいっていうのをやめてくれよ。いや、いらない。何、イレバンのばあちゃん欲しいの。なんて、イレバンばあちゃん。何それ。あ、そういう消しゴムのおもちゃ。ああ、いらない。それ欲しいの。いらない。贅沢な。いらない。それも何、パン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 、音がでっかい音が鳴るだけの中、おもちゃの銃欲しいの。いや、いらない。パンパンパン、パンパンいう銃は持ってるからいっぱい、うん、いらない。おもちゃの銃いっぱい持ってるからいらない。じゃあ何が欲しいんだよ、駄菓子屋で。駄菓子屋限定はいらない。駄菓子屋嫌いか。いや、嫌いじゃないけど。じゃあ何が嫌なんだよ。え、ねるねるねるね。あ、ちなみにあのねるねる確か駄菓子屋で売ってない。駄菓子じゃないのあれ。駄菓子屋さんには売ってない、マジで。まあ、いや、まあお菓子は別に、いや普通に飯食いたいのよ。え、今はね。飯はお菓子だろ。いやいや、ちょっと何言ってるか分かんないですね。ラーメンは深夜のおやつとか言うたら食ってるやつおるやん。夜食じゃねえの。おやつだろ。いや、ちょっと分かんないですね。夜食は食べてません。ラーメンは夜のおやつです。いえ、ドーナツは穴が開いてるからゼロカロリー。高カロリーだけどな。マヨネーズは液体だからノーカロリー。意味が分かんないよ。高カロリーだよ。ねるねるはよっちゃんが大好きだからノーカロリー。いやいやいや、よっちゃん好きじゃないからね。今のところよっちゃん好きじゃないからね。もう値段ねえよ。値段がないからノーカロリー。いやいや、意味が分かんないけど。まあ A 値が乗ってきたんですしね。まあね、ちょっと今からね、はい、あのラーメン屋行くって言いながらね、あの駄菓子屋さん連れて行きますわ。なんでだよ。あのあれだ、今からおもちゃ屋さん行くよってね、はあの歯医者さん連れて行く子供みたいな感覚で行くわ。嫌だよ。散歩行くよって言ってな、あの動物病院に連れて行く、行かれる犬のごとく連れて行くわ。行かれる犬ってなんだよお前。じゃ今からね、ちょっとね、あの残念そうね、ラーメンラーメンするからね、ちょっと豚麺買ってきますわ、駄菓子屋で。あ、まあ豚麺ならまあ、まあ豚麺駄菓子か。あの言っとくけど、それは最低ラインだからな。まあな。最低限譲渡したのがそれだからな。まあラーメンではあるよなって。豚麺な。豚は、豚の麺な。豚入ってんのあれ。入ってないよ。なんで豚麺。食べたら豚になるから。何食っても一緒じゃんそれ。いや、牛麺とかあるかもしれんやん。いや聞いたことないけどな。食べて横になったら潰しになって言うやん。まあね。じゃあ俺も横なるわ。もうもうなんだよ。もう牛だけにってか。おう、牛し。はいはい、解散。はい、解散。雑談で終わったよ今回。
いつでも愛がる気に見てくきすぎ忘れられないから僕の大事なメモリー。どら焼きは主食になれないならば浮かびしちゃえば僕の思い通り。ずっとそばで見てるよ、バックアップは任せて、左から右へと出来事があちこちどち。君はここにいるの、バスでまだ先でしょ。いい加減に小指から見えないと主張しない。乾いた瞬間の音、今ごと客に触るようなテイクをしてるからに決まってんじゃん。子供を信じて幸せになれるように礼儀らしく、また些細な挨拶のとこからあるレディ。いつでも愛だよ、君に見てるキスに忘れられないから、僕の大事なメモリー。ドラ焼きは主食になれないならば浮かびしちゃえば僕の思い通り。夢からピピ冷めないで冷めないで、ぬくもり逃げないで、まだ朝はたっぷりあるからあと5分、40分待たせて。